女子トイレに行かなきゃ。お願い、間に合って。誰にも言えない。おかしいと思われる。いつもでしょ。ダニエル、バイト代入ったか。そんな女じゃない。授業はオタクばっかり。よし、さっきを思い出して。顔を洗って写真を破ったら、蝶が入ってきて写真を撮った。親は関係ねえだろ。てめえ、舐めた口聞きやがって。ぶっ殺してやる。俺に指図するんじゃねえ。また同じだ。こけにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。これじゃ一緒だ。また時間を巻き戻せば助けられるかも。ハンマーでもないと壊せない。え、嘘だろ。俺に指図するんじゃねえ。どいつもこいつも人をコケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。嘘だろ。二度と近づくんじゃねえぞ。ふざけやがって。もう何が現実なのかわからないよ。撃たれた女の子をこの手で助けたんだ。一体どうなってるの。パニックを起こしちゃダメ。煙の匂いしないよな。ベルが聞こえないのか。早く避難しろ。トイレに行ってたんです。お決まりの言い訳だな。え、言い訳。やましいことがあるんだろう。パオリソー書いてあるぞ。急にベルが鳴るから。ならさっさと外へ出るんだ。それとも出られない理由があるのか。もういい、マドセン君。安全の確認が取れた。生徒の尋問はそのくらいにして、早く非常ベルを解除しに行ったらどうだね。校長のウェルズ先生はいつも上の空。何考えてるのか全然わからない。私嫌われてる。顔色が悪いようだが、どうかしたのか。その進路のことでちょっと悩みが。すごい汗だ。本当にそれだけかね。私には何でも打ち明けなさい。それとも何かやましいことでもあるのか。どうなんだマックス、答えなさい。今、ネイサン・プレスコットが銃を持ってました。女子トイレで。プレスコット君が？確かかね。はい。銃を持ってブツブツ独り言を言ってるところ、私見たんです。明らかに異常でした。ちょっと待ちなさい。では何かね？君を見ていたのに、ネイサンは気づかなかったと？物陰に隠れてて。女子が女子トイレにいて何かおかしいですか？そうは言っていない。事実関係をはっきりさせたいだけだ。プレスコット君はこの町の名家のご子息だ。本校における成績も極めて優秀。彼がトイレで銃を振り回したなど、にわかには信じがたい。それで、その後は？彼、ネイさんは、すぐに出て行きました。どうするんですか？事実なら、深刻な問題だ。私が個人的に対応する。知らせてくれてありがとう。それだけ？
銃を持ってたのに。話の続きはまた後ほど校長室ですることにしよう。分かったら君も早く外へ避難していなさい。校長は何もしてくれないだろうけど、ブラックウェルはプレスコット家のものも同然だし、巻き戻して話を変えるべきかな。ボルテックスクラブの取り巻きだ。ヘイデン。おお、レトロな自撮り系女子のご登場だね。どうも、自撮り系女子です。ヘイデンは相変わらずまったりしてるね。この学校の生徒が自然と身につけるスキルさ。ボルテックスクラブを代表するメンバーだった。特にそもそもボルテックスクラブって何？閉鎖的なイメージだけど。メンバーになれない人にとってはね、至って健全なクラブさ。本当かな。本当さ。君も一度遊びに来てみるといいよ。そうすれば噂なんか信じなくなる。遠慮しとく。パーティーとか興味ないから。俺たちと遊んだことがないからさ。ビクトリアもパーティーでは楽しい子なんだよ。生徒が行方不明なのにパーティーで騒ぐ気分になれないよ。くだらないこと言うなよ。レイチェルもよく俺たちと遊んでたんだ。楽しい子だったよ。頭の切れるタイプでさ。レイチェルと知り合いだったの？パーティー好きな子だったよ。明るくて楽しくて、そして何よりすごく美人だった。レイチェルもボルテックスクラブのメンバーだったの？いやいや、レイチェルはレイチェルさ。俺たちにはもったいないぐらいだった。俺にそう言わしめるんだから相当さ。なんだか余計混乱してきたよ。全てが謎って感じ。また今度話そう。ああ、そうだね。俺もそろそろ勉強に戻った方が良さそうだ。今度デーナと君をパーティーに呼ぶよ。ブルック、ひょっとしてドローン飛ばしたいの？それってブルックの？違法じゃないの？違います。まだ誰にも見せてないんだ。ドローンって軍事兵器じゃないの？ネットの噂信じすぎでしょ。こりゃ操縦は無理だね。ウォーレンからは頭いいって聞いてたのに。あっち行ってくれる？寮から USB を持ってこなきゃ。スマホ片手にうろうろしてる生徒の姿を見たら、学校の創始者は何て言うだろう。ジャスティンとスケーター仲間だ。いろいろできてかっこいいな。ジャスティン。マックスじゃん。かましに来たの？かます？そんな魚いたような気が。うわ、ダッセ。ノーズスライドかトレフリップぐらい知っててもらわなきゃ話になんないね。ジャスティン。マックスじゃん。かましに来たの？ノーズスライドしたいとこだけど、誰かトレフリップ見せてくれるかな？へえ、結構詳しいじゃん。
まあね、全然下手くそだけど。そんじゃさ、俺らがお手本見せてやるよ。リクエストある？じゃあ、ノーズスライド。うちのトレバーがいいとこ見せるぜ。よ。スケボーやってそうに見えないけど。あんまり。そりゃ残念。女子大歓迎なんだけどな。レイチェル・アンバーと連れもよく俺たちとつるんでたし。レイチェルの連れって？名前忘れちゃったけど、可愛かったよ。タトゥー入ってて、髪の毛青くてかっけえの。レイチェルがいなくなって、その子も来なくなっちゃったんだけどさ、寂しいよね。じゃあまた後でね。俺らの写真撮りたくなったらいつでもモデルになるぜ。よ。スケボーやってそうに。昔やってたけど、今はカメラ一筋。だよね。上司大歓迎なんだけど。レイチェル・アンバーと連れも俺たちとつるんでたし。じゃあまた後でね。俺らの写真撮りたくなったらいつでもモデルになるぜ。ジャスティン。マックスじゃん。ノーズスライドしたいとこだ。へえ、結構詳しいじゃん。まあね。そんじゃさ、俺らがお手本見せてやるよ。リクエストある？トレフリップがいいな。うちのトレバーがいいとこ見せるぜ。ダニエルはいつも何かを書いてる。内気さは彼の勝ちね。ダニエル、お疲れ。ああ、マックス。よかったら頼んでもいいかな。スケッチのモデルになってほしいんだ。完成したら SNS にアップするけど。私でよければもちろん。インスピレーション湧きそう？インスピレーションといえば、一目見ただけで湧き立つモデルがいたよ。レイチェル・アンバーさ。友達だったの？違うけど、僕の絵のモデルになりたいって言われて描いてあげたことがあるんだ。それじゃあ、そろそろスケッチ始めて。レイチェルほどいいモデルじゃないけど。そんな、君だって十分代わりになるよ。いいね、いいポーズだ。うん、いいね。すごいよ、ダニエル。ルーク？今はほっといてくれるかな。どうしたの？ネイサン・プレスコットのやつ、親がこの学校にたくさん寄付してるからって調子に乗りやがって。ボルテックスクラブが何だってんだ。あいつには本当気をつけた方がいいよ。知り合いなのか？銃持ってたから先生に報告した。え？それ本当？銃を振り回してたから校長先生に言いつけたの。あとは先生次第だけど。マックス、すげえじゃん。ついに正義の味方の登場だ。エヴァンのポートフォリオ、プロみたいでかっこいい。中身見てみたいな。
エヴァン、ポートフォリオを見せてもらってもいいかな。その前にテストさせてくれ。質問に答えてもらうよ。崩れ落ちる兵士の撮影者は？ロバート・キャパでしょ。あの写真の真相はともかく、彼の作品は大好き。へえ、やるな。ちょっと意外だったよ。見直してくれた？君とは気が合いそうだな。僕のポートフォリオを見てくれて構わないよ。君にはその価値がありそうだ。拝見いたします。すごくいい写真だ。レイチェル・アンバーの顔から目が離せない。ウォーレンの USB を取りに行かなきゃ。早く投げろよ、ローガン。うっしゃ。部屋に戻ってウォーレンの USB を取ってこないと。ここに自分の部屋があると思うと変な気持ち。いいね。あれ、マックス元気？一人で恋愛小説を読んでる私に聞く？ボルテックスクラブでビクトリアと遊ぶ方が楽しいかも。読書の方がマシだよ。まあね。じゃあ続きを読むから。やめろよ。写真を撮りたかったら金曜日の試合中にしてくれ。おいおい、今フットボールの練習中だ。あっち行けよ。エコな学校でよかった。ケイトだ。いつもより塞ぎ込んでるみたい。ケイト。マックス。はい、スロー。元気ないけど大丈夫？なんか今日は何もかもどうでもよくて、めんどくさくてごめんね。私でよかったら。今はちょっと一人になりたいんだ。いいね。ごめん。サミエル。いや、元気かい？今日は忙しそうですね。僕はいつでも忙しいさ。今日は庭掃除、それからペンキ塗り。レイチェル・アンバーのビラまで塗りつぶさないでくださいね。光を塗りつぶすことはできない。レイチェルと知り合い？プリズムを知ることはできない。ただ見つめるのみだ。ではペンキを塗りに行くよ。どんな子でしたか？人気者だったと思うけど。太陽の光も影を作る。彼女は光であり影だった。乾電池と同じだよ。プラスとマイナスを持つ。それじゃあまた。足元に気をつけるんだよ。掃除が終わったらペンキ塗りだ。オレゴンはしょっちゅう雨が降るんだから、スプリンクラーなんていらないでしょ。カタログ写真のためにきれいにしておかなきゃならないのかな。あら、自撮りクイーンのマックス・コールフィールドさん。個性吐き取ってマークじゃなかったジェファソン先生の気を引くなんて。ダゲレオタイプです。ろれつ回ってなかったし、酔っ払ってるのかしら。賢いマックスさんならこれを見てわかるでしょ。通行止めよ。待って、動かないで。傑作が撮れた。安心して。 SNS にばらまく前にレトロフィルターで加工してあげる。じゃ、さよなら自撮りぼっちさん。
つく。絶対どかせてやる。はしごをいじってサミエルを怪我させたくない。ビクトリアが毒だけでいい。水をもっと出してビクトリアと取り巻きを移動させられるかも。スプリンクラーのバルブ、私でも使えそう。マジで最悪。あ、言葉わからないの？あっち行って。あっち行きなさいよ。ずぶ濡れで惨めなのにおしゃれに見える。どうすればいいのかな。これでどうだろう。ちょっと冗談じゃないわよ。大丈夫ビクトリア。ああ申し訳ない。髪の毛につくと落ちないんだよ。すまない。頼らないでよ。気色悪い。今タオルを持ってくるからちょっと待ってて。早くしてよ。乾いちゃうでしょ。大成功。私を舐めた罰だ。一人で座ってるとなんだか悲しそうに見える。ビクトリア。マックス、何かよ。大丈夫？その服カシミヤだよね。まあね。でも他にもあるし。前から思ってたけどいつもおしゃれだよね。否定はしないけど。ジェファソン先生にも言われたし。それに写真の才能もすごいよ。リチャード・アベドンっぽい。アベドンのファンなの。ちょっと嬉しい。タオルはまだ。いつまで待たせるの。さっきの写真消すね。意地悪して悪かった。あと自撮りぼっちとか言ってムカついたけどちょっと笑えたよ。今日はなんかついてないみたい。わかる。そういう時ってあるよね。じゃあまた。じゃあね。
これじゃあビクトリアに都合がいいだけ仕返しした方がいいかな。とにかく部屋に戻ってウォーレンに会おう。